皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。最初のコースはゲームボーイ073のコース、ポケモンコースっぽいので行ってみたいと思います。チューズだ、ポケモン？ハテナがついてる。うわ、モンスターボール。え、一番上になんか乗っかってるんだけど、最後かな。なんか乗りやすいからここから行きましょう。あれ？合ってる？うん？なにここ？お？あ、Pブロック、これ取ってもらうのかな。なんかそんな気がしますね。で、上に上がるっぽい気がする。取って、やったーん欲しい欲しい。よし、そしたら上入るからの、あ、ボール発見、すごい、モンスターボール。多分なんですけど、私一番後ろから入っちゃったんですが、一個ずつモンスターボールの中身はこれっていう風にポケモンになぞらえてなってたんだと思います。次はこちら、ポップケーキさんのコース。 It's all too much。 どういう意味だ？ It's all too much。 なんかね、あの毒キノコが飛んでるんだよね。え？おい、待て、おかしいだろ。これ全部当たんないようにいくってことでしょ。え、難しすぎじゃない？ほら、え、どうやれって？ちょっと行ってみようか、とりあえず。あ、あのね、当たる。時間かかった。30分以上、1時間未満。うわ、でも嬉しい、できたはー、怖かった。では量産のコース、スピランを楽しもう。パウブロックを使うらしい、頑張ろう。パウ投げるタイミングに注意をしながら、難しいかな、タイムアタックギミック。うわ、あ、近い。おーおーおおお、一個ずつ近いんだね。なんとなく理解したかもしれない。行ってみよう。今度こそ。ちょっとはめてしまった感がある。はまってるね。え、お、あ、待てここでジャンプしてから戻りもよかったんだね。間に合うかな、間に合わない、あと17秒。あ、間に合った、ヘマしちゃったけど、いけました、ありがとう。こちら、モルテンさんのコース。ネタ、ラスボス感は非常によく出てるんだけどさ、行ってみよう。一発ネタ、なんだろう、赤くなってる、なぜ？ラスボス感、クッパをすべていて倒してからゴール。え、一発ネタ、ラスボス感はよく出ている。なんかさ、明日からマグマ来てないですよね。びっくりした、びっくりした。ちょー、は、はい、はい、待て、分かった、みんなここじゃん
すとこだ。これめっちゃやりながら行ったらいいんじゃない。ラスボス感はよく出ている。確かに。お、え、早くない？早くない？豚え、めっちゃ早いえ、私なんでさっきぶつかりに行ったんだろうすごい早っ。続いてはモノミラーさんのポーズ、ザ・アドアドーハイただなんだ、アブリューションオブマナースピニー、わかんない。おお、なになになに、怖い。これオートスクロールなんだね。行っていいのかな不安になってくる。お、中間。これどういうこと。あ、ハテナブロックがある。そういうこと。これ、これ一個ずつ、これえ、あ、わかった。トゲ、トゲ使うんだ。おお、すごい。来た来た。で、飛ぶのね。あー、でっかくなった、やったー。で、上の段行って、これ、トゲ落としてあげるんじゃない。あ、一緒に来ちゃった。いいんかな、いいんかな。やばい。あ、普通に行っていいんだやってしまった。したら、多分これ、ここを動かすんだ。なんかね、謎解きコースみたいになってるの今気づいたんですけど遅すぎない？私の気づき。で、多分なんかあるよね。これで上がるんだ。へえ、すごい。全部多分一個ずつ使わないといけない気がするので、ちょっと取りに行かなくていいんだ。ここ、ここはいいのね。これなんか乗っける気がするな。違うのかな。乗っけない？乗っけないとダメだね。次のコースのためにこれ乗っけるんだ。乗れ、よし。で、落ちてもらって歩いてもらうのね。面白い。へえ、作り込みすごっ。海外の方のコースって本当に作り込んであって、なんかね、ギミックがたくさんある。これ爆発したのをまた拾ってもらうんだね。あー、回れる。よし。だらこれも多分進める気がする。どうすん、どうすん、落としてちゃんと遠くに行ってもらうと。これはここどうすんの、のけるんだ。逆逆、これだ。あ、なんでなんで。よし、進んだ進んだ。また向こう側行かなきゃだよね。あ、乗って、よし、乗った乗った。おー、トゲと一緒に行くの楽しい。この子はここで終わりなんだね。え、次ここっぽいな。怪しいな、とっても怪しいね。怪しいけど行かないな。なんかするんだ。とね、あ、戻れない。多分歩いてきてもらわないといけないはずだから、ここで抜ける。わー、作ってあるわ。したら多分もう一回落とすんだよね。あ、飛んだ。こっち来る。
あ、来た来た、すごい、危ない危ない。で、ここで待ってる。多分またなんか入るはず。すごい面白い。2つある。最後はなんか普通に行っていい気がするけど、なんか出てきてる。下かな。え、これで下行くの。オフ。うわ、この子行くんだ。あや、え、後ろ向きだよ。これ倒していったら何かあるのかな。ゴール？相当降ってくるんですけど、やば。わあ、この子？トゲゾウちゃん？なんかある？なんかしてる、なんかしてるよ。なんか可愛くなってる。まさかこの先にゴールがあるとかですか、もしかして。あった、すごい。なんかね、ギミックが手が込んでるのはもちろんなんですけど、一個ずつが楽しい。すっごい時間かかったはい、ということで今回はスーパーマリオメーカー2遊んでみました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!